放送席放送席、私のお隣には今シーズン限りで引退をすることになりました真田昌典選手に来てもらっています。今日のゲーム中、そして練習前と試合前とサポーターから大きな声援も飛んでいました。どんな風に受け止めていらっしゃいました？いつもサポーターは僕に勇気を与えてくれるんでね、非常に頼もしく嬉しく聞いてました。真田選手にとってこの清水エスパルスでプレーした年月というのはどうですか？あっという間でしたか、それとも短く感じましたか、長かったですか？どうでしょうね。13年間エスパルスでやらせてもらいましたけども、まあ、激動だったんで長いか短いか分かりませんが、とても充実してました。良かったこともそして苦しかった時期というのもあったと思いますが、振り返ってみると何が一番頭に思い浮かんできますか？たくさん思い浮かぶことがあるんですけれども、やっぱり J リーグ優勝をしたかったと、一言ではそれにつきます、はい、でも天皇杯を制し、そしてステージ優勝も経験して、そういった時その選手の仲間たち、そしてサポーターと一緒に喜べたというのは本当に素晴らしい瞬間だったんじゃないでしょうか？もちろんその感動は忘れませんし、まあでもこれからね、また次を目指してね、チームにはレベルアップしてもらいたいし、やっぱりまだ果たし得ない J リーグ優勝をこの先目指して頑張ってほしいと思います。ではテレビを見ている皆さん、応援してくれた皆さんいると思います、真田選手の次の目標、そしてメッセージなどお願いします。まあ、13年間というとても充実したプロサッカー選手を送ることができて非常に幸せでした。今は感謝の気持ちでいっぱいなんでね、本当にありがとうございましたということだけです。本当にお疲れ様でした。真田昌典選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。